はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、今回も例のあれ関連のですね、新たな情報のね、アップデートをしていくのとともに、あとはですね、昨日もですね、お話しさせていただきました、小池百合子さんがですね、終わるんじゃないかという可能性がね、出てきたということで、元側近の方が刑事告発をね、したという件にね、ついてですね、ご本人がなんと声明を発表したということでですね、そちらの方に触れていくのとともに、あとはもう一つは、移民関連のですね、情報をお話ししていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、つい最近までですね、こちらのチャンネルが14日間の投稿停止処分になっていたんですけれども、今後もですね、さらに言論統制、検閲弾圧、強化されていくのも目に見えてるかなというふうに思いますので、こちらのチャンネルもね、いつまで存続できるか正直わかりません。なのでですね、そうした際のご連絡や、日々の情報共有に関してはですね、こちらの YouTube 以外でもですね、X や、あとはですね、メルマガのサブスタックというですね、まだ日本ではですね、あまり知られていないものになるかなというふうに思うんですけれども、そちらの方がですね、かなり簡易的にですね、情報をね、取得することができるかなというふうに思いますので、そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、まだですね、フォローやメルマガ登録が済まれてないという方はぜひ、そちらの方よろしくお願いいたします。というわけで、今回のね、本題の方に入っていきたいと思うんですけれども、まず移民関連のお話なんですが、先日ですね、埼玉県の外環道、外回りのね、三郷ジャンクション付近でですね、トラックが大破する事故が発生したということで、これ不思議なことに日本のメディアあんまり扱ってないんですよね。というか、映像が出てこないっていうね、形でですね、報道されているということで、なんかこう不自然だなと、不可思議だなというふうに思っていたところ、なんとこのトラックの運転手がクルド人の解体業者であったことが判明したということで、一応これがですね、株式会社ジャパンというね、会社が、運営していてですね、それこそ、その代表がですね、クルド人なのかどうなのかっていうところであるんですが、横文字のね、人だったりとかしたわけなんですね。で、今この株式会社ジャパンにはですね、なんとネットからのアクセスはね、できなくなっているというですね、またまた不思議なね、現象が起きているわけなんですけども、なぜこの外国人による犯罪はですね、政府とかもそうですけども、メディアもだんまり決めるのかっていうのが、不自然極まりないですし、そもそも僕もたびたびね、この問題に関して扱っているかなと思うんですけれども、積載量超過したね、車とかが平気で警察の前を通って、警察は見て見ぬふりのね、状態なわけですよ。道路交通法とかそういったもので考えたら、積載量超過しているのであればね、やはりそういった刑罰の対象というか、逮捕の対象になったりとかね、するのかなというふうに思いますし、それこそ今ご覧になれている方でですね、速度超過して、減点されたとか、切られたとか、そんな感じのね、方もいたりとかするかなと思うんですけれども、そういったものすらもこいつらにはないんですよ。わけわかめなんですよね。だから、いずれというか、僕も先日、ちょっとね、東京の方に行く用事がありましてですね、この高速道路をね、使う機会があったんですけれども、普通だったら1時間で行けるようなね、場所にですね、道路どん詰まりすぎて、これもですね、事故の影響ではあったんですけれども、なんと3時間かかるというですね、もうとんでもない、状況になってたんですよね。で、たびたびですね、その高速使ったりとかするとですね、思うのは、やっぱね、もうクルドか絶対いるんですよ。もうとんでもない、量をね、積んでたりとかするような車ね、いたりとかするわけなんですけど、いずれ何かをやらかすだろうなというふうに常に思っていたところ、こういったね、事故なのか事件なのかっていうところであるんですが、頻発していると。で、このクルド人が映っている動画に関しては、ネットというか X の方では見ることができるんですけれども、報道では一切出てこないというですね、形になってるわけですね。意味が分かんないですね、と。で、僕がですね、なぜこんなに移民のね、お話を取り上げるのかっていうと、これがですね、一番グローバリズムのね、中での国家破壊に、関するところで言うとですね、かなり決め手となるような要因になり得るわけですね。で、その中でも、やはりある、一定量のね、その外国人が流入された、瞬間にですね、あるポイントがあるらしいんですけれども、そこまで行くと爆発的に犯罪が増えるというような事態になっていくというふうに言われているんですけれども、その先ですね、その犯罪が激化した後ってどんな犯罪が多いかっていうと、強姦殺人とかそういったものがめちゃめちゃ多いんですよ。で、しかもそれ対象がですね、もう未成年の女の子にさえも、牙を剥くというような形になっていてですね、アメリカの方では不法移民が13歳の、少女、小学校6年生か中1ぐらいですよ
よね、の女の子に性的暴行し逮捕したとして、しかも夜とかじゃなくて白昼堂々、帰宅途中の女の子をナイフで脅して手を縛ってレイプに及ぶというような形ですね。もうこういうやつね、ほんと正直に言うと僕は死刑でいいと思うんですよね、マジで。で、日本でもまあ同じような事件というのが、もう埼玉の川口の方で起こってるわけじゃないですか。でもそれ不起訴で終わってるんですよ。てか今のところ全部この外国人犯罪のほぼ全てですね、僕が確認した限りではほぼ全て不起訴の状態でまあ終わっているというわけで、もう司法が完全に崩壊してるんですよね。だからまあこういった事態にですね、おそらくあと1年足らずで日本もね、突入するだろうというようなね、勢いで、まあ岸田政権はですね、どんどん日本の中に外国人入れてるわけですから、まあこういったですね、凶悪な犯罪がね、まあ海外で起きてるという事実をですね、より多くの人に知っておいてほしいなというふうに思うところです。で、次がですね、それを先日もね、お話しさせていただいた、まあ今度ね、東京都知事選が行われるわけですけども、なんと小池出るんかいというところでですね、まあ出るしかないよねというところであるんですが、まあそれにあたりですね、元側近のですね、まあ方が、弁護士さんがですね、この小池さんをですね、まあこう公職選挙法違反の疑いというか、まあそれでですね、まあ刑事告発したというわけなんですけれども、まあそれでとうとうね、弁護士が自らこんな感じでね、動いてるわけですから、もう小池終わったんじゃねえかというふうな声もあるんですが、ただ、まあ小池百合子がですね、都知事である以上、そのね、まあ、警察をね、動かす力というのは、この人にね、あるというふうにも言われてるわけなので、実際どうなるか正直わかりませんが、この、まあ、公選法違反というふうに言われている中の一部の、このカイロ大卒業のですね、まあ、こう、偽造というか、まあ、学歴詐称っていうところに関するですね、まあ、ことをね、小池百合子さんがですね、声明を出したということで、まあ、このね、選挙のタイミングで刑事告発は、選挙前にいかがなものかと、いうふうな意見を言っている、こいつやべえなというふうに思うところですよね。で、さらに、その、まあ、カイロ大卒とか学歴の、まあ、記載に関するところの質問に対しては、これまで通りであるということを述べていて、ということは、カイロ大卒っていうふうに表記するってことでしょっていうところなわけなんですけれども、これすごいですよね。もう今これ、どうあがいても、通常の状況であれば、この小池さん逃げることができない。そんな状況にあるわけですけれども、サトリズム TV の浅村さん曰く、まあ、この人はですね、まあ、とんでもない強運の持ち主だということで、まあ、その運で、まあ、そのね、まあ、なんていうんですかね、まあ、ピンチをかいくぐっていくのではないかというところでですね、まあ、非常にね、ちょっとこの辺はですね、また追ってね、お話をしていきたいというふうに思います。で、次、こちらですね。まあ、これも本当最悪ですね。もう日本はもうもはや独裁国家に、なり果てましたということでですね。まあ、かねてより緊急事態条項、まあ、これがですね、まあ、もう僕らに対して、あらゆることを強制させることができてしまうような、まあ、そういった、まあ、法案になるというふうに言われてたわけですけど、その地方版である地方自治体改正案がですね、なんと可決成立したわけなんですね。これに賛成したやつら全員ちょっとね、どうにかなってほしいなというふうに思うんですけれども、これがですね、まあ内容としては大規模災害とか感染症のまん延防止とか、まあそういった非常時にですね、国が自治体に必要な指示が可能になるというわけで、まあマイルドに言うとそんな感じなんですけれども、まあもっとエッジを聞かせて言うと、ポットでなんか緊急事態だとなった時に、政府が勝手に法律を決められるみたいな、そういう話になってくるわけですね。やばくないですか？例えばカードゲームとかをやってるときに、通常であればそのね、まあこう正規のカードを使って使うわけですけど、あるカードだけ真っ白けっけで出した瞬間に自分でその効果を全部決められる。例えば、もうこのカード出したら俺がもう勝ちですみたいな感じでそうなっちゃうみたいなレベルのことをこの国がですね、なんとやろうとしてるというかできるようにしちゃったわけですね。終わってんだろっていうね。おつか終わりですっていうね、話なわけですね。もうこれね、本当に、まあ今ね、まあ非常に簡単には言ったんですけれども、それがいかにやばいことかって、よほどのバカじゃない限りはわかると思うんで、ちょっと本当にこの辺は、そもそもこれが可決される前にね、みんなね、こう啓蒙してたわけですけど、それでもこうなってるわけですから、もう今の段階でも諦めずに、周りの人にこういったものがあるんだと、こういうふうに強行されているんだということをね、伝えていく必要があるのではないかなと
いうふうに思います。もう本当にね、ろくなことしないですね。もうここ最近の国民ガン無視でこういった法案を通していく、その度合いっていうのが凄まじい、速度、そして強硬性になってきたかなというふうに思いますんで、またこの辺もですね、他にもね、今現状ニコ動がですね、ダウンしてるということで、このタイミングでいろんなことをですね、押し通そうとしてるんじゃないかなというふうに思いますから、またちょっとね、情報ってお話ししていきたいと思います。で、次が例のあれ関連なんですけども、これがですね、オハイオ州の大学の研究でですね、例のあれやった人が、ウイちゃんになるとですね、なんとやってない人に比べて亡くなるリスクが2倍になるという研究結果が出たということでですね、これは前から一応言ってきはきましたというところで、それが事実だったというふうなものが証明されたというところであるのかなと思うんですが、ただよ、いろんな意見ありますよ。ウイちゃんは存在してないんだっていう意見だったりとか、そういったものね、あったりとかすると思うんですが、ただなんかばらまかれてるだろうなっていうふうには僕自身は思っています。実際ある時期にですね、結構やっぱ体調というか、いろんなね、症状出る人がやっぱ多かったので、なんかあるんだろうなというふうには思ってるんですけれども、今言われてるのがですね、これあるかないかは正直わかんないんですが、鳥インフルの話がね、かなり騒ぎ立てられてきてるわけですけれども、新型だなんだとかね、致死率が50%だみたいなね、話になってるわけですが、一応ですね、米農務省と中共がですね、結託して、機能獲得やってたと、研究やってたということリークされてるんですよ。だから、もしかしたらですけど、まかれる可能性がね、高いんですよね。だから今そこら辺がですね、牛にもなるし、犬にも猫にも人間にも移るんだというふうに言われてたりとかするわけなので、ちょっとね、そういったね、形で新たなパンで騒ぎをね、起こして、またあれをね、やらせる流れにしたいのかなとも思う、ところもあるし、あとは実際にばらまく可能性というのもやはりね、考慮して動かないといけないかなと思うんで、やっぱ、日常的にですね、これがどうとかいうわけではなくて、自分自身の健康状態、免疫力を上げるね、食生活だったりとか、運動したりとか、その他睡眠ちゃんと取るとかですね、いろんなことをですね、気をつけていく必要があるかなというふうに思いますね。で、さらにですね、それと同じぐらいでですね、ペルーの方の研究でイベメクちゃんあると思うんですけど、このイベメクもですね、いろんなやつが出てきていて、これも中国の利権なんだとかね、結局これもあちら側なんだみたいな意見とかもあるんですが、一応このペルーの研究データ、査読済みの研究データだと、イベメクの使用により超過、亡くなる率が74%減少するんだというふうなですね、研究が出て、そして判明したということが言われていてですね、やはりイベメクがですね、様々な、いいね、作用というか、そういったものがあるんではないかということはですね、いろいろな方がね、おっしゃってくれているところかなと思うんですけれども、査読済みのですね、論文ベースでもね、出てきているというわけですね。ここ最近ですね、その反あれ界隈でもですね、分断工作というかね、そういったものを結構ね、頑張っちゃってるようなね、人たちがいっぱいいるということで、もう別にいいじゃんと、中に何が入ってるとか、ウイちゃんあるないとかじゃなくて、もうそもそも、政府側がね、そんなものがあろうがなかろうがですね、我々にとってマイナスなこと、ネガティブなことをですね、やってこようとしてるのは、害になるようなことをやってこようとしてるのは、もう明白な事実であると。ってことは、そこを警戒するべきだよねっていうところですし、もっとシンプルに言うのであれば、ね、やらない。やるなという、この一点張りでいいのかなというふうに思いますんで、同じような界隈でね、いがみ合ってもマジでしょうがないですから、そういうところはですね、もっと寛容にね、ワイドな視点を持ってね、すべてがすべてね、意見が一致する人間なんていないと思いますんで、そんな感じのですね、寛容さをみんな持っていけたらいいのかなというふうに思っております。で、次こちら最後なんですけれども、ここ最近ね、結構言われてるかなと思うんですが、あれがですね、精神系のね、方にですね、害を及ぼす可能性があるというふうなことが判明したということで、これ200万人の大規模調査によってね、行われているというわけなんですけども、それだけじゃなくて、認知症とかもめっちゃ増えてるらしいですよね。で、しかもそれが、高齢の方だけではなくて、老若男女問わず、そんな形になっているということですね。結構前にもですね、アーティストの菅義高さんですね、菅義高さんですね、結構やっちゃってるらしいんですけれども、それでですね、歌詞を書いてるカードを忘れちゃったりとか、財布とかそういったものも至るところに忘れてきちゃったりとかみたいな感じですね。
まあそういった、まあ認知症のね、怪我あるみたいなね、ことがですね、一部報道されてたりとかしたんですけれども、まあ割とですね、そういったものがですね、まあ若年層も、増えていっているというわけですね。で、今回の小池百合子さんの公約の中に、認知症専用のですね、病院を作るんだみたいなことを言っているということで、なんかもうそれを聞いたらもうそこがね、もうリンクして見えちゃってしょうがないなっていうね、ところですね。はい。まあなのでですね、まあそんな感じでもう日々ですね、もう超ダークネスなね、情報がもうたびたび出てくるわけなんですけども、またね、こういったものはですね、自分たちの命を守るためにも必要になってくるかなと思いますんで、また僕の方からもね、発信していきたいというふうに思いますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。ね、今ですね、こちらの、ね、YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては、僕の運営している X、ニコニコチャンネル、そしてメルマガのサブスタックの方で発信をさせていただいております。そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひですね、そちらの方からフォローと、チャンネルご入会、メルマガのご登録のほどよろしくお願いいたします。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。